はい、えー、よろしくお願いします。えー、笹栗弘樹と申します。今日は、この認知症の、えー、原因の病気として、一番多い、このアルツハイマー病という病気の、お話をさせていただきます。はい、えー、私ですね。もともと、脳神経内科医、という医師をしておりました。この脳神経内科って、皆さん、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども。えー、病気としてはですね。脳梗塞、ですとか、転換とか、偏頭痛、そういった。 まあ手術をしないで薬で脳の病気を治療するかでありますでこの脳神経内科で見る大事な病気の中にこの神経変性疾患というものがありますこの神経変性疾患というのは複数の病気を含んでいてその代表的なのがこのアルツハイマー病ですそしてその他にもパーキンソン病ですとか筋萎縮性側索硬化症、エイレースなどの病気があります さて皆さんこの表なんだかわかるでしょうかこの表の中になぜ私が医者を辞めて研究者の道を選んだかというのが現れていますこれ右上の方を見ると例えば高血圧とか糖尿病とかいろんな癌とか皆さん聞いたことある病気が並んでいると思いますその一方でアルツハイマー病とか ALS といのこの左下の方にありますこれ何かと言いますと治療満足度治療に対する薬剤の貢献度というものを表にしたものです つまり神経内科という科は薬を使って病気を治療する科でありながらこの神経変性疾患の患者さんたちの前では非常に無力で何にもしてあげることができないということを表していますですのでこの状況を打破するために少しでも患者さんたちをよくしてあげられないかということで私は研究を始めました、えー、唐突ですけど私が着てるこれなんだか分かるでしょうかこれスクラブといってですね あの医療ドラマなんかでイケメン俳優が、えー、よく来てですねこう救命救急の現場とかで走り回ってるのはかっこいいですよねで、まあ、あの別にそれに憧れてきてるわけではないんですけれども、えー、とこれ私にとってはですね、えー、保育着正確に書くとこちらの保育器でですね、えー、今私これ着てこうやってお猿さんんの赤ちゃんにミルクをあげたりしていますこれが今私にとって一番大事な仕事の一つです。 お猿さんたちですね、あのそこら中におしっこしたりするので、まあ服が汚れないようにっていうのでこれを着ているわけです。まあちょっとあの白い T シャツ見えたり、ちょっと小指立ってたりして,て、ちょっとあんまりかっこよくないんですけど、まあ <laughs> <laughs> こんな感じで私はあのネズミですとかお猿さんを使って研究を行っております。さてアルツハイマー病どういう病気かという話をしていきます。アルツハイマー病はここに写っている。 アロイス・アルツハイマー博士というまあドイツの先生が1906年にこちらに写っているアウグステさんっていう患者さんを報告したのが最初の始まり、アルツハイマー病の始まりですこのアルツハイマー病の患者さんの脳の中ではどのようなことが起きているでしょうかこれ健康な人の脳の中にはこのような健康な神経細胞ニューロンというものがこのようにぎっしりと詰まっています しかし、このアルツハイマー病の患者さんの脳の中にはタンパク質がゴミのように溜まっていってしまいます。アルツハイマー病の患者さんの脳の中に溜まるタンパク質には2種類あって、一つはアミロイドベータというものがプラークと呼ばれるシミのようなもの、このようなものを細胞の外側に作ってしまいます。もう一つはここにあるタウタンパク質というものがそれこそこの細胞の中にゴミのように溜まってしまう。こういった変化が起きてきます。 そしてこういった異常なタンパク質というものが病気の原因になっていると考えられていますちなみにこういったものは今病院でペット検査というものを使うことで目に見えるようにすることができるようになってきていますでもう一回患者さんの脳の中を見てみましょうこれアミロイドベータがはじめ蓄積してきますそしてまあちょっとだけ見るとここにタウもいますけれども一番初めに溜まってくるのはこのアミロイドベータです そして時間が経ってくると今度はタウもたまってきてだんだん神経細胞が元気がなくなってきますそしてだんだん細胞が変性して死滅して数が減ってきてしまいますそうすると脳は神経細胞が減ってしまうのでこのよううにだん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 痩せてきてきしまうんですそうすると記憶障害をはじめとするさまざまな認知機能障害というものが出てきてアルツハイマー病になってしまうわけですこういった変化をもうちょっとこの時間経過 と一緒に見てみますとまずアルツハイマー病で病院にかかる時っていうのはこの MCI 軽度認知障害とか、まあ、早期のアルツハイマー病の段階ここら辺ですねここら辺になるとなんか最近ちょっと物忘れが気になるんですすけどって,言って病院に来るんですねでこれよりも実は20年も前からこのアミロイド病理アミロイドプラークというものは脳の中に出現していると言われてます。 つまり60歳ぐらいでもし認知症になったとしてしまうとすると40歳ぐらいにはもうすでに脳の中にアミロイドが溜ままりり始めているととうことになりますそしてこのアミロイド病理に引き続いてこのタウ病理そしてそれに伴う神経細胞の変性細胞子というものが起きてきて記憶障害が起きてくるこのような時間経過を示すということが知られていきます。ですので今このアミロイド病理というのが他の病理の次のカスケードを引き起こしてくる。 まこういったアミロイド病理がアルツハイマー病の引き金になるアミロイドカスケード仮説というものが提唱されて広く受け入れられています。さて皆さんニュースでレカネマブってお薬のことを聞いたことあると思うんですけれども、これどういうお薬かというと脳の中からこのアミロイドベータを除去するお薬です。これを患者さんに使ったらどうなるでしょうか。このレカネマブというお薬を使われた患者さんたちっていうのは。 まあこの軽度認知障害だったりごく早期のアルツハイマー病の患者さんたち要するにこの病院にちょうど来るタイミングぐらいの人たちですね。この人たちにレカネマブを使うと疑惑を使ったた人とと比べて確かにこののの認知機能の低下のスピードが遅くなりましたということでこれは治療効果ありということで病院で使えるようになったんですけれどもよく見ると確かに進みは遅くなっているけれども。 別に認知機能が回復しているわけでもなければ、進行が止まっているわけでもありません。これは何ででしょうか。これ、えっ、ー、と、先ほどね、図でお示しした通り、えー、患者さんが病院に来た時っていうのは、すでにアミロイド病理だけじゃなくて、タウ病理とか、あとは神経細胞のちょっと元気なくなっているようなものっていうのも、出てるわけです。ここでアミロイドを除去しても、残っているタウのせいで、病気はどん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 進んでいってしまうんですね。 なのでもっととと早いいいい段階かかららアミロイドを標的すすれればいいのではないかと考えられます要するに,この,ようにこのようにアミロイド病理ばっかりやってタウ病理ほとんどないまだ認知症になってないっていう段階で治療してこのアミロイドを除去してしまえばタウもほとんどないので病気が止まるあるいは病気を要するに予防することができるのではないかと考えられます。ですのでこのアルツハイマー病克服のための突破口まず第一点目というのはとにかく早く 患者さんを見つけることですそしてもう一つはこうやって見つけた早い段階の患者さんたちあるいはアルツハイマー病になるリスクが高い人たちに予防的な治療をしてあげるようにすることこれが2つ目のポイントとなります私たち研究においてこの遺伝子変異というものをよく利用します遺伝子変異って何かと言いますと人間の体の中には細胞がいっぱいありますよね で細胞の中には核という構造物があってその中に染色体と呼ばれるものがありますでこの染色体というのはさらに細かく見ていくと DNA といって ATGC4 つの文字で書かれた地図のようなものが、まあ、情報としてぎっしりと詰まっているわけです。でその情報をもとにタンパク質というものが作られてきて。 それが細胞ひいては臓器人間の体が正常な働きをするために必要なものとなってくるわけですところがですねこここの DNA に時々間違った情報ががが書き込まままれれてしまうことがありますす遺伝子変異ですそうするとその間違った情報をもとに作られたタンパク質っていうのはやっぱり間違った情報があって変異のあるタンパク質というものができて,てできてしまいます。 そうすると変異のない正常なタンパク質とはちょっと違う動きをしてしまうことがよくあります。そしてこれは多くの場合は病気になると考えられていました。ところが最近ですね、こういった変異の中にも逆に体にとって良い,い効果を発揮するものがあるということが分かってきました。私たちが注目したのはこの APP 遺伝子の A673T 変異というものです。 これアイスランドという国で見つかった変異なんですけれどもこの変異を持っているとなんとアルツハイマー病になりにくいということが報告されましたそれ本当だろうかと思ってマウスで試してみましたこちらアルツハイマー病のモデルマウスで脳の中にこういう赤い点々これが先ほどのアミロイド病理アミロイドプラークなんですけれどもこのように病理像が出てきますこのネズミにこの、APP、a p p a 六七三 t というものを入れたマウスを作ってみると 確かにこのアミロイド病理っていうのは軽くなったんですつまりこの APP 遺伝子の A673T 変異というのはアルツハイマー病の病理に対して保護的な作用がある、えー、よくしてあげることができる変異ということになります。そうはいってもちょっと点々いっぱい結構残ってるじゃないかと思われるかもしれませんがご安心ください、えーっと。今日はちょっと詳細にはお話しできないんですけれどももっと強い保護的な変異も見つけて研究を進めています。 で、まあ、こういう変異を持っている人たちは確かにアルツハイマー病になりにくいと、ただこういう辺に持っている人ってほとんどいませんので、まあ、一般の人には全然関係ないじゃないかと思われるかもしれません。実はですね。最近、この遺伝子 dna の配列を操作する技術というものが、えー、複数確立されてきました。この代表的なものがこのクリスパーキャスというもので、えー、2020年にノーベル賞の対象となった技術なので、ご存知の方も多いかもしれません。 こういった技術を使うと、遺伝子、ゲノムをですね、DNA を切ったり貼ったりして自由に書き換えることができるんですね。で実はこの技術はすでにいくつかの難病においては臨床で応用されてきています。ですのでまあ、こういう技術がさらに発展してくると、もしかすると今日お話ししたようなこの保護的な変異というものを病気が発症する前に導入することで病気を予防することができるようになるかもしれません。 そうするとアルツハイマー病になるリスクが高い人たちに事前にこういった治療をしてあげることでアルツハイマー病が起きないようにするということが可能になるかもしれません。でこのアルツハイマー病になりにくい遺伝子変異っていうのは先ほど言ったこの APPA673T のほかにもアポイ遺伝子の E ですとか PLCG2 遺伝子の P522R など、まあ、複数あることが知られています。 面白いことにです、ね、ここら辺の変異というのはアルツハイマー病のリスクが減るだけじゃなくて例えば正常加齢に伴う認知機能低下にも有効だったり長寿と関連したり結構認知症予防すするるるだけななくて健康長寿にもつながが可能性があると考えられていますそしてまあこのゲノムの解析技術がかなり発展してきてです、ね、そのほかにもたくさんアルツハイマー病に対する保護的な作用のある遺伝子変異というのが見つかってきています。 こういった保護的な作用のある遺伝子変異というのをハイリスクの人たち、リスクの高い人たちに導入してあげることでもしかすると病気を予防できるのではないかと考えてそういう新しい遺伝子治療の開発というのを行っていますあるいはこういった保護的な遺伝子変異のその作用機序、メカニズムというのを詳細に調べることでもしかすると今までにないような新しい治療方法というものが見つかってくるかもしれません 先ほどから私このアミロイドの治療の話ばっかりしていますがこれにはちゃんと理由がありますタウというのは先ほどお話しした通りその細胞の中にたまってきて神経細胞が変性して死んでしまうそして認知機能障害につながるという非常に大事な分子ではあるんですけれども実はですねこのタウが脳の中にたまってしまうっていう現象は脳の老化現象の一つなんですね。 というのはアルツハイマー病では確かにこのタウ病理というのは脳の広い範囲に出てくるこの濃い色で表してある部分ですけれども、実はですね脳のごく一部にだけこのタウが溜まってしまうっていう現象は60歳以上の人たちになってくるとほぼ100%出てきてしまうんですね。つまりもうこのタウが脳の中に一部溜まってしまうタウの凝集っていう現象自体はもう脳の老化現象であってなかなかこれを止めるっていうのは難しいんですね。 ところがアミロイド病理に関して言うと100歳ににななっってても 2, 3割の人には出ないっていいとうことが分かっていますつまり人間の脳の中にはアミロイド β がたまらないようにするメカニズムがあるはずということになりますなので私はこのアミロイド β を標的にするというのが一番理にかなっていると思っていますそしてそのメカニズムを明らかにすることができればアミロイド病理ってのはアルツハイマー病の引き金ですから アルツハイマー病を根絶することができるのではないかと思っていますそしてその鍵というのはもしかすると先ほどお話したような各種の保護的な遺伝子変異のメカニズムの中に隠れているかもしれないと考えて研究を進めていますまあ、今までお話ししたようなこの研究レベルの治療というのを皆さんのもとにお届けするにはまだまだ時間がかかりますでもあの日常的にすでに行うことができる予防策というのがいくつかあるのでご紹介します 例えばタバコを吸う大量のお酒を飲む肥満こういったものをしないあとはお魚に入っている DHA ですとか緑茶に入っているカテキンを適度に摂取するあとは質のいい睡眠をとる適度な運動をするこういったことはお薬と同じように認知症の予防に非常に有効だということがすでに知られていますので。 まあえー、今日ここに来て、えー、聞きに来て,きた来ていただいた皆さんにはぜひこういった生活習慣というのを取り入れていただいて、まあ、我々が行っているような研究レベルの治療が皆様のとに元とにお届けできるまでの間、えー、脳のの健康といいうのを保っていただければなと思いますさて、えー、理化学研究所ではですね、えー、昨年度までの10年間ブレインマインズという脳の大型の研究のプログラムを、えー、中核機関として、えー、推進してきました。 このプロジェクトの中では脳や神経を解析するさまざまな新しい革新的な技術を開発したりあるいは先ほどのお猿さんのモデルのようなものを使ってまずは猿の脳をしししっかりり理解しよううというプロジェクトでありましたそして今年度からこの「ブレインマインズ2.0」という形で新しく6年間の大型のプロジェクトが始まりました。 このプロジェクトでも権は中核機関の一つとしてプロジェクトを推進することとなっています。でこのプロジェクトの中ではこのブレインマインズで開発されてきたさまざまな革新的な技術ですとか新しい動物モデルなどをさらに発展させてさらに人のデータですとか AI 数理モデルなどを使って今度は人の脳を理解しようというプロジェクトです。 加えてです、ね、ちょっと注目すべきこととしてはデジタル空間上に脳を再現するデジタル脳を作るっていう、まあ、そんなこと本当にできるのかなっていうようなこともやるという壮大なプロジェクトとなっています、まあ、その中に私も研究員の一人として中に入れてもらっているんですけれども相変わらず私がやる大事なことってのはお猿さんにミルクをあげることなんですがこれただのお猿さんではありません実は世界初の霊長類の認知症モデルなんですね。 なので、まあ、こういった最新の動物モデルや革新的な技術を使って新しい治療方法というのを開発してこの神経変性疾患の薬剤貢献度治療満足度というのをこっちの右上の方に持っていくというのが私の目標です、まあ、このような研究を通じて神経変性疾患の病態を解明して新たな治療方法を開発してそれを医療現場に届けて 神経変性疾患に苦しむ患者さんのいない世の中を作りたいと思って努力していますのでこれからもまた応援のほどよろしくお願いいたします以上です。